そうだ、京都行こう。の前に、どうもミレナです。京都編に行く前に前回乗せきれなかったから大阪で何をしたかご紹介。実は太陽の塔から大学の友達と合流、大阪で一泊、大阪歴史博物館に行ったり、大月能楽堂で能を見てきました。感激後いざ京都へ。乗り換えにめちゃ緊張。そしてなんとかたどり着いたのは北野天満宮、京都日本フェスティバル2023、ヒゲキリに会いに来ました。どこを見ても刀刀刀、幸せ空間すぎる。それではヒゲキリをご覧ください。ツーショット撮れた。タイミングが良くてヒゲキリをじっくり見ることができました。そして歌舞伎刀剣乱舞の衣装も展示されていて、もうたまらん。嬉しそうな私。修学旅行で北野天満宮に来たことはあったけど、夜の境内もライトアップされていてとっても美しかった。次回、大覚寺藤の森神社編に続く。